おはようございます、キャプテン。フランク・スレックですが、私なんかお話があると。ああ、そうかそうか。来たまえ。はい。君が BCI に来て1年になるが、周囲の局員とあまりうまくいっとらんようだな。それで、一度話し合いたいと思っておったんだ。やはり出ましたか。私自身ここはどうも言いにくくて悩んでいたんですが。第一線へ戻ってみるかね。お願いします。できれば刑事にしてください。よし、やってみよう。それピコ、私がカトリックの信者だということは知ってるかね。読んでみたまえ、ためになるぞ。君もやはりカトリックだろう。洗礼は受けました。あ、そうかそうか。感じ人だな。手引きしたのは内部のもんですよ。今の文書にはいられません。麻薬取締班への転出願いはどうだ。うまく生きかけてたんですが、私服刑事だって分かったら取り消し。でかい俺一人。これが俺方の考えなんです。ブロンクスの49分署をご存知ですか。そこなら移れそうですが、やる気のないのに悪徳警官がうようよしてるんじゃ同じですからね。ほら、歩き。セルピコ、誰かに言われたことがあるだろう。若いくせに引っ込み嫌んだ。キャプテンだけです。そうか。49文書ならロイ・パーマっていう古い友人が所長をしておるはずだ。相談してみよう。よろしく。それじゃ、議長者前。はい。はい。セルピコ、わしだ、マクレン。ああ、キャプテン、すいません、ちょっとお待ちを。いいとも。お待たせしました。喜び。今夜、ロイ・パーマーに会ったが、49文書はクジラの腹みたいに綺麗だそうだ。いい例えだろう、クジラの腹だとさ。そうですか。君を推薦しといたよ。おかしな品を生やしとるが。有能でスペイン語をやり、変装はプロの役者以上だって。喜んでたよ。いろいろすみません。わかりました。張り切って働きます。しっかりな。また会おう。なんでそんなことするの？ああ、嬉しいな。49秒書の連中はクジラの腹みたいに綺麗だそうだ。もし本当にそうなら、あなたも救われるわね。小倉さん、さ。セルピコ、極秘と言っただろう。彼は警察官だし、私の友達ですよ。いや、油断は禁物だ。今日はいい。セルピコ、君から聞いたことをコミッショナーに話してみた。観察を続けて情報をもっと集めてほしいそうだ。つまり彼の目と耳になるわけだ。大いに期待すると言ってた。わかるな。最高責任者がその宣言をしたんだ。頼むぞ。どうやって連絡を。いずれ向こうから君に連絡を入れるって言ってた。いずれ。ああ、そんな悠長な。こっちは周り中から睨まれて今にも尻に火がつきそうなんですよ。そこを我慢するんだ。命さえ狙われかねない。やめてくれんか。コミッショナーと回る人が約束してくれたんだ。じっくり構えることだ。それだけだ。しっかりな。よく来てくれたな。でももうおしまい。真っ暗だ。どうしたの。たくさんだ。制服組に格下げされたって構わない。それほどやる気もないお偉方のために体を張るなんて、こんな馬鹿げたことはないでしょ。コミッショナーお忙しいんだ。忘れてるわけじゃない。忙しいよりやる気がないんだ。仕事も真っ暗、スパイも真っ暗。はっきり手を引かせてもらうよ。ないんだ。キャプテン、
実は外部の人にも相談してみたんです。結局無駄足だったけど。なんだと、部内の恥を外に持ち出したのか。ただでは進まんぞ。私だって初めは気が重かったんだ。しかし他にどんな手があるんです。部内は腐ってる。問題になるのは分かった。いや、問題にしたかったんだ。自分はどうでもいい。組織全体を敵に回してもいい。今の掃除をしなければ外部のものだけは絶対に。外部に人がいますか。これは命令だ。誰がいるんですか。いいからわしの連絡を待つんだ。だから今まで待ってたんだ。いつですか。間もなくだ。またこの話でしょう。1972年6月15日、フランク・セルピコは警察官を辞めたが、ニューヨーク市はその勇気をたたえて勲章を贈った。彼は現在、スイスのどこかで暮らしている。